そうですね、高い高は失礼しましたが、今回は承諾走れるはずです。今回こそ勝ちに行きます。辻村&DR デスとペアで参りますっていうね、コメントを届かせますね。辻村先生のコメントです。続きましてスタートしていきましたのがゼッケン34番つけてます菅沼選手。菅沼選手は、CBR 600ダブラルを操ってますね。コメントには菅沼選手のコメントは頑張りますの一言ですね。頑張りますということです。スタートしてきましたが、ゼッケン33番をつけてまして、ヒロム選手スタートしてきました。この選手は東京都の選手ですね。ヒロム選手のコメント、英氏に勝ってビッグマックを食べるぜというコメントを残してますね。どこで食べるんだろう、あそこかな、ねえ、マックがあるなぁと思うね。まあ、どこのマックだかわかりませんが、ビッグマックと言ってるので、ね、マックだと思いますかね。ヒロ選手のコメントです。ゼッケン33番をつけてる選手ですね。はい、さあ、続きましてスタートしていきましたのが、ゼッケン32番をつけております。三浦選手スタートしました。三浦選手は神奈川県の選手です。マシンは SV650 ですね。